はい、皆さんおはこんばんちは、シュヤです。ね、今回プレイするゲーム、マリオシリーズをね、かなりの数やってきたんだけど、実はね、初代マリオは、録画ありで撮ったことがないのと、マリオ2は、そもそもファミコン版の方を、プレイしたことはないです、ね、スーファミのコレクション版はしたことはあるんだけどね、あんまりクリアした記憶もないので、とりあえずやってないマリオシリーズを制覇するということで、まずは、スーパーマリオブラザーズの1の方からいきたいと思います。それじゃあね、いきましょうか。スーパーマリオブラザーズ、1プレイゲームスタート。やっぱプロゴンちょっと操作しにくいな。マリオ1はここが入れるのとここの一気アップだね。まあ取らないんだけど。で、一応ここ入ることで1の1はジャンプね、穴を越えなくてもクリアできるように作られているっていう、これ有名な話だね。RTA チックに行くかどうかちょっと迷ってるとこあるんだけど、はい、ということで1の1クリア。早いね、まあ、最近のゲームってね、これまだオープニングどころか、タイトル画面にすらたどり着いてない可能性がある。マリオブラザーズは駆け抜けるゲーム。さてさて、とりあえずね、まあ、ところどころネタを挟みながら行きたいと思うんで、まず1-1は基本オフ基本。よっと、クリアします、ね、はい、こうやってほっ、大丈夫、これあのスイッチオンラインだからはい、これ、ブルブルキノコですね。これ有名な、解像度次第では分かんないかもしれないけど、ブルブルキノコです。あの攻略に関係する部分で巻き戻しはしないけど、こういうネタ紹介は許して戻すのめんどくさいんではい、ね、まずはブルブルキノコ。まああの RTA でも1の2までは絶対するんで、ね、馴染み深いと思う。ここスターだったっけ。ブルブルしてないぞ。よ、拡大してどうぞ。ブルブルしてるからさあ、他にね、こうやってキャラずらしとかいう裏技もあるんだけど、クソ失敗するわ。じゃあ次の裏技、これぐらいかな。まあこれも有名だね、いけるやん。そして、伝説の裏技いくぞ。はい、金玉マリオね。じゃあ行こっかまあ一応やっとかないとね、ということで出た。で、一応試しとく。出た、わらわら。金玉ノルマ達成。よっ、あー、ショボンの 1-1 はできるのにマリオの 1-1 ができない僕の弟の謎の能力を思い出した。あー、これね、あー、とりあえず紹介だけしたいんだけどな。あんま得意じゃないんだけど、とりあえずこうやってたらそのうち入る程度の知識しかない。ゲームがゲームであった時代に僕は戻りたいんだ。 B 映画のセリフ、時間か。だいぶだ、巻き戻しあるから。時間かね。とりあえずね、初代マリオはびっくりするぐらいカウントが早いんだよ、カウントがあー、一周後でもいいんだけどね。さあ、そろそろ。この時代は1カウント1秒じゃないんですよね。出してくるか。よっ。はい、ということで、コントローラー君をね、抜きました。20分ぐらいしか充電してないんで、クリアまではもったいないんじゃないかな。昨日すごい。まあ、しょうがないね。よっと。まあ、これは、スイッチなんで。
じゃあちょっとワンコンを。よし、OK かな。ファミコンコントローラーモデーター。ということで、ファミコンコントローラーに変、あー、まあ、これはまあ攻略とは関係ないんで。スイッチがプレイできるやつか。よ、あの、ファミコンコントローラーの下、超勝てんだけど。いけたいけたいけました、はい。ということで、ここで、一番奥まで行って、なんとかと出る前に入ることで、バーの一面。お、いけたいけた。すると、ね、わけのわからんところに着きます。よし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 。いけた。いけたいけた。よかったよかった。いけましたいけました。おー、よかった。あ、無限ループなるんじゃなかった？下がね、めちゃくちゃ硬い。あ、ダメ、積んだ。そういえばあったな、こんなの。ここは隠しステージ扱い。ワンピース、ナルトは見たことありますか？ちょっと。さあって。いやん。とりあえず、まあまあまあ、ここもまだ。えぐいな、配置。アイス、はい。上入力を入れないと進めないやつ。ああ、もう。よし、はあ、盤石の体勢。よし、はい。無限ループ。OK。ああ、紹介できた、紹介できた。もう OK やろ。じゃあ、行きましょうか、クリア。目指して。ということでね、無限ループです。無限ループって怖くね。よーし。無限ループって怖くね。じゃあ、いいか。無限ループ怖い。じゃあ、行きましょうか。よし。それじゃあ、行くぞ。はい、ということでね。ワープなしでクリアしましょう。闇の世界じゃん。行くぞ。はい、ということで、別に RTA じゃないんでね、できるだけね、面を紹介っていうかね、俺もね、基本ね、2面とか7面とか記憶にもないレベルなんで、まあ1の1はね、この将来、ね、ワープなんてない、いいね。将来のさ、マリオですげえリメイクされてるんで、見たことある人も多いかと。正直、ここのフラワーとか取りに行くことほぼないよね。マリオメーカーとかさ、レトロクラシックコースでだいたいこのコースがリメイクされるんで。まあ、どこかでは見たことあると思う。はい、とりあえずクリア。まあ、一番初めにネタは一通り見せたんで、まあ、普通にね。任天堂さん 1-1 好きすぎ案件。にゃんにゃんにゃん。マリオ99でも見た。そうか、マリオ99があったんだね。最も再現コースの多い面。でもね、なんつうか1の2とセットでさ、よほど気に入ってるんでしょうね。あとここね、はい、ここにスターがある。まあ、もう上に行く裏は下が勝てんだよ、ファミコンコントローラー。下が押せね。こういう取り方もある。結構ね、ジャンプして後ろに行くのってさ、こうきついんだけど、こうね、わざと当たったことによって、その反射を利用して後ろを押すと意外に後ろに飛べるっていうね。あと、この壁に当たった時にカツンって一瞬当たってるでしょ。その瞬間にジャンプすると、いわゆる壁キックが初代マリオからできるんだけど、まあむずい。 RTA するんなら当たる前にできなきゃいけないんだけど、あ、しまった。これもちょっと攻略に関係ないってことで許してこれね、ここにキャップがあるっていう紹介したかっただけなんではい、
しょうがないね。だから攻略に関係するところでは巻き戻しとか使わないから。あ、入れるのもう一個一番手前か。知らなかった。で、まあ、これもちょっと巻き戻し、あ、もったいに巻き戻し使うけど、1面、2面、1の2の上を行くと、こうやってワープができる。ね、4、3、2。で、さっきの壁抜けをして、この画面になる前に入ると、バーの1面に行ける。まあ、今回はワープなしなので、ね、ちょっと戻します。これも基本ですね。ちなみに最近のマリオも大体1の2は裏ゴールがある、ね、それもこの初代リスペクトなんで。さあ、じゃあ行きましょう。行くぞ。さて、ね、でぶっちゃけ1の2で大体ワープするんで、1の3以降はほとんど記憶にないマジで記憶にない1の3以降。じゃあある意味ここから初見プレイやなっていう。はーい、ということで DS 版は裏ゴールですもんね。でね、初代はね、これ敵を踏んだ後に大ジャンプができないんで、最近のマリオの気分でやると結構きつい。ということでこっからはね、巻き戻し機能は、なしです。怖っ。裏技の仕方ってどうだっけ。セレクトをしながらスタートだっけ。やっぱこうやって見るとそんなにね、1の3だから難しくないね。 1-1 とかは昔のジアの任天堂のクイズ的な広告でも走ってたな。敵を踏んで大ジャンプできるのは3からでしたっけ。まあ2は実質1だからね初代はバネジャンプも初心者にはむずい。ほ、あ、今のうちにやっとこうか。花火狙った。はい、これフラワーを、あー、フラワー取ってもフラワーにならない。初代は1ランク上にしかならない。やっぱりステージ短い。笑い。まあ、解説も多分2面の途中ぐらいでもほぼ全て終わると思うんで。え知らない、こんなの知らないえ、ぶっちゃけ親指の、第一関節あたりが超痛いですでね、これリメイク版ぐらいから分かるんだけど、これ実は クリボーがクッパに化けてたっていう。あの溶岩に入った後にポコってのクリボーが出てくる。わらわら。はい、というわけで2面です。ファミコンソフトは容量少ないから仕方がない。即落ち2コマ。フラワーで倒すのね、やっときたかったんだけどしょうがないね。ちなみにまあマジな話、記憶にほぼないです一応攻略本あるんだけど、あの Wii 版のマリオコレクションの時の攻略本かな。ここスターじゃなかったっけ。そんな記憶が。ファイアーマリオで倒すとクリボーとか出てきますよね。これスターかなんかだった気がするんだよな。スターあったような。スターだったっけ。無理っすねね、攻略本あるからちょっとやりたい放題でしょ。一気アップ、一気アップ、一気アップだ、一気アップ。割とファミコンコントローラーやりにくいぞプロコンの十字キーの方がマシまであるぞ。ここじゃなかったっけ、つった。ほら、あれ？こっちか。あった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 。で、超手探りプレイしてるから一応ここが初めてのスターかな。いやー、昔はね、こうやってこのコイン取るだけで嬉しかった。スタじゃなくてスターでしたね。ね、でも今じゃ裁判沙汰だもんね。これなんだろうな。あ、きなこのこの子元気な子まあ、ええけど最近だったらさ、積まないようにさ1個濃いんだよね。まあ別にジャンプであるから積まないんだけど。キノコの山
まあ、ぶっちゃけ2面ってやった記憶ほぼないからね。今日免許の更新の言ったら視力検査落とされたんですが、修也さんは視力いいですか？俺のミー見たらメガネかけてるのに、よくそういうね考えが出てくるね。そこのゆっくり絵にも全部メガネかけてるのに。それで視力いいという発想はならんやろ。これってさっきのマイナス 1？ ちょっと違うはず。一応2の2が初めての水ステージかな。うん、まあ、2の2なんてね、正直プレイした記憶がない。ちなみにこれ有名な話だけど、これさっきのそうなんだよ。バーの位置だね。まんま。ただ、イカの数が少ないよね。ゲストが。で、これに入ると、初めに戻される。それはバーの位置だね。海ステージ7面にもあったような、もうちょいあったじゃないの。一応どうしようか、無限キャップは、まあしようか。あ、ここ最近のマリオでも時々あるよね、下からプクプクがひたすら飛んでくるステージ。ワールドとかにもあるよね。3にもあったかな。まあ、だいたい一つぐらいはあるよね。最近のマリオでも。下から来るぞ。気をつけろ。昔めちゃくちゃこれ苦手だったけど、まあ今じゃそんな難しくもないね。ここ割と嫌いかも。楽勝でした。ちょっと攻略本見る。攻略本見たらここなんかあんのかな。今2の3苦手だ。隠しはないっぽいね。さあ、さすがはベテランですね。いや、伊達にあのマリオ35で20連勝したわけじゃないからね。平均1位出したり。初代は見るまでもない。懐かしいな。マリオ35は35周年しかできなかったんでね。さあ、2面のこのこだったかな。攻略本買ったんですか。いや、甲羅のこのこだね。これはあの昔のいつのだろう、書いてるかな。多分ね、15年ぐらい、12年ぐらい前の任天堂ドリームの付録だと思う。さあ、ということで3の1、ここは結構みんな知ってるんじゃないかな。だいたい無限キアップを、するんだったら3面にワープするんで。で、ここが入れるんだよね。でね、何だったかな。ファミコンの攻略本は薄い。ここにフラワーがあって。無限アップとブロス初登場。物持ち良すぎです。わら。これであの、マリオの顔とか言って作ってた記憶があるわ。ヒゲみたいなね。で、A を押しっぱで、B を押すと、できた。あ、できたできた。はい。スケートマリオ。これね。できたできた。こうやって歩かずにね、スーって滑るマリオができるんだよ。で、ここスターだよね。感じの日に見える。で、ブロス倒して、ここで、ダッシュジャンプするとぴったりここで上に行ける。加速がなくなると大変なんだよね。まあ3の1はだいたい無限キャップするんならやるんじゃないかな。初代の無限キャップは連打しないといけなかった。犬の顔にも見えますね。ということでちょっと次はね、あのミスるとめんどくさいんでちょっと巻き戻し使うけど、無限キャップだね。
まあ、巻き戻しがあるんでね、いいんだけど、こっちの子なかったよね。さあ、じゃあちょっと、めんどくさいんで巻き戻し使います。俺、三段目派。あ、まあ実際はこうなると終わりなんだけど。ちょっとね、この説明するに何回も死ぬのはめんどくさいんでしょうがないよね。やっぱり一番の強敵はハンマーブロス。まあまあ待ってくれ。最近ね、全然やってないから失敗しまくってるね。実際はあのファイヤーでやるとファイヤーボール出しちゃってミスることが多いんで、あのわざとファイヤーじゃないので。頑張れ、初代は難しい。くっそむずい。くっそむずいね。初代は連打した方が成功しやすい。最近のミニ1ノップは成功したらほっといて大丈夫だった。いやー、これも解説するためだけだからね。一回成功したらもういいんだけど。初代は連打しないとダメなんですか？むずすぎやろ、わら。よし、いったか。むっついな、初代は。ちょっと下がろうかな。連打いらないよね。高橋名人なら余裕だな。連打した方が成功しやすいんだよね、明らかに。あれ？そんなに無限1ノップ初代はむずいんだ。連打した方がいいよ。そう、こんな失敗しないけどな。いや、こんな失敗しないけどね。こんな難しかったっけ？初代は128期になったらゲームオーバーじゃなかった？とりあえず一回成功させたらもう先行くんだけど、成功しないね。あとチビだと失敗しやすくなかった。難しい。今日は調子が悪いのかな。まあ、実際はこんなに失敗しなかったけどな。昔の技術だとこれが限界なのか。いやー、ちなみにマリオ35はね、あの大ジャンプできるようになってたんだけど、あれ
いや、ぶっちゃけ、年末にやったんだけど、その時はできたんだけどな。よし！よし！オッケー！よし！これこれ。できた。もういい。はい、ということで、無限期アップ。ね。1は128期を超えると、オーバーフローして0期になってゲームオーバーになるんで、気をつけて。よし。まあ、これぐらいの残機はもらっときますか。ワープなしだしね。10期でバグるのやめてもらえませんかね。よし。王冠の王冠で、128期かな。で、0期になるんで、気をつけて。いやー、まあ、3の2も無限キャップするんだったら、割とやるんで、結構知ってると思う。いやまあ、ちゃんとやるとこうやっていけるんだけど余計なことやろうとすると失敗するんだよな。おで、タイムがなんだっけ、3と7だっけ、記憶曖昧だ。1と6だっけ、曖昧だわ正直知識でやるゲームじゃねえからな、マリオって。あぶね。で、当然ながら1マスの穴はダッシュで乗り越える。この仕様はまあ1の時から同じだね。巻き戻して。まあ3面で無限キャップしてから行くんだったら、ここは結構やってる人いるんじゃないかな。さあ、ということで、3面のボス、まあなんとかファイヤーを持ってってボスの正体を知りたいところだね。まあ、RTA にもいろいろルールがあるんでね、ワープあり、ワープなしとか。ワープなしだったら、3面を、もうちゃんと全部クリアしてる。じゃあ！あぶね。よし。3面なんだったっけ？メットだね。まだメット出てねえよな。